何何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 何検品ついでに玉川でランカーつっといてよしよふざけてるでしょこれランカーそんな簡単に釣れんからひろきさん現場で待ってるって安田さんマジかまた準備完璧やん今回活動資金入ってへんけど社長が一晩やから活動資金ないってまさかなしでも恐れる中でその代わりにランカーちゃんと釣れたらふうやんの実家で焼肉ごちそうしてくれってあの忘年会にいたところそうですじゃあもうパッと行ってパッとランカー釣ってお肉いっぱい出させてもらいますはい長井ちゃんのためにもうちの売り上げのためにもランカー釣ってきてね釣れるまで帰ってくるな鬼やろお疲れ様ですお疲れ様どうしたの長井検品ももうすぐ終わりですね終わるね終わるけど、そんな口動かしてないで手動かさないと終わんないよ実は、うん、社長から、うん、検品ついでにランカー釣ってこいっていう指令を受けてるんですよ頑張ってもうそろそろ出ないと言うまずめに間に合わないんですよだってまだあるよまあまだちょっとありますけどまさか、検品より釣りを優先するなんてことはないよね、中井さんちょっと申し訳ないですけど、そろそろ行かないとマジでということで、あとはよろしくお願いします嘘でしょこれ俺全部やるのこれよろしくお願いします私は今から玉川へ向かいますしてでは、さようならいいねお疲れ様です同じことしてるぞさあ、玉川行きましょうか玉川無理え無理さっき迎えに来る途中に風速計10メーター超えてて玉川やろうと思ってたポイントが思いっきり風を受けるポイントだから、はい、指令としては玉川でランカーを釣ってこいなんでしょそうです風を背負えるところが玉川だと完全にウェーディングしかないからちょっと吉尾くんの指令は一旦鹿として鶴見川に行きましょうこの城が入ってたりベイト結構いろんな種類が入っててタイズも出てるから鶴見川にします吉尾くんごめんはいポイント到着この城入ってるから、はい、でかいのが釣れる可能性はあるある、はい、まだ流れ始めだからとりあえずラムタラのジャイアントからやってみようかなと自分はパンチラインマッスルの方でやってみようと思いますよろしくお願いしますお願いしますさあじゃあとりあえずなんだけどあなたあなたルアー全部忘れてきたでしょホテルに到着してルアー入ったバッグがないことに気づき、ホテルまで2往復していただきましたねメガドンキ4回見たもん見たもう忘れ物はないはいもうないです完璧ですね、はいはい、俺はちょっと1回下流を見てくるわ了解です、はい最近大きいの上がってるらしいからランカー可能性あるんじゃないかなもうちょっと流れてほしいかなちょっと緩いっすね、うん、まだ下げ入ってまだそんな立ってないからそんなねがっつりこの白パターンをすることになるとは思わなかったので今日タックルが RS のスカイハイ 99M というちょっと柔らかめのロットになってますね流れと風がもう逆ない、ね、逆そう流れこっちで風こっちにからめっちゃやりにくい今回はシーバスですからね指令はランカーなんでね今日はね本来なら多摩川でやる予定で飛距離重視と聞いてたんでラインが 0.85 っていうこの白パターンをするには細すぎる確かにまあまあ吹いてるんですねいや風が凄まじくやりづらいね、投げてみよう。須田さんがパンチライン投げてるんでリーバーで行きましょう。ドーバー 120F リーバーで。お疲れでした。お疲れでした。
無ですね。いや、むちゃくちゃないよ、急にランカー釣ってこいは。このタイミングでベイトがあんまりいなかったのと、そもそも風が10メートル以上吹いてるから苦しすぎた。はい、まあ、しゃあないですね。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。中井ちゃん。出た出た、まだ持ってるやん。愛着湧いてきた。若干社長からですよね。今回はどこへ飛ばされるんでしょうか。イベントついでにサインでランカーつっといで、よしよ食べてますね。またもう直近で亀屋さんでイベントあるんで、それのついでにってことでしょうね。今回も活動資金はないけど、はい、ランカー釣れたら僕あの実家で焼肉ごちそうしてくれって。前回ね、東京でランカー出なかったんで、今回はねランカーサインで釣っていきたいと思います。中井ちゃん、死ぬ気で頑張ってね。釣れるまで帰ってくる。さあ、やっと、中海に着きました。では今からちょっとここでまず最初やってみたいと思います。まずはビット V の26のブレードチューンですね。ちょっとじゃあ中海1投目。ここはね、自分も今回やるの初めてで、どんな状況かもわからないんで、飛距離出して探っていきましょう。今日はビボーグ風神 RS の 96ML+ 3000番 0.85 20ポンド、ちょっとこれでやってみたいと思います。なんかうっすらね、潮目もあって釣れそうですけどね。水深は割とあります。4メーター5メーターぐらい。なんか真ん中100メーター先ぐらいに車楼というか建物というか、めちゃくちゃ浅なってるところがあるんで、その駆け上がりとかについてそうですけどね。流れは若干左から右に流れてるかな。なんか今ベイトっぽいのおった気がするぞ。イワシとかおってくれたらいいんやけど。ビット V のブレードチューンは結構、ビット V 自体がもともとね飛距離出るんで、それにブレードつけてあげたらブレードベイトでめちゃくちゃ広く探れるから、とりあえずわからん場所で広く探りたい時には超役立ちます。マイクロベイトとかイワシとかパターンにも通用するし、ボトム取って巻いてくるだけやし。反応ねえな、ちょっと移動してみよう。じゃあごめん、やってみましょう。この周辺だけ潮目ができてたり、風の立ち方がね変わってたりするんで、そういうところはおそらくボトムに何か沈んでるっすよね。結構中海の奥まで魚は入ってるっていう風にも聞いたんで、あんまりこの出入り口付近では粘らず、もう少し打ったら違う場所行ってみようかなと思います。よし、この辺でやろう。次はちょっとカーブ付近、本当にちょっと下っただけやけど、今出たんちゃう。今うわ、乗らんかった。うわ出た、もう一回いけ。いや出るねんけどな。いや釣れたけど、動画回せてへんかった。まさかの3イン1本目。なんとか1匹夜で釣れました。ルアーパンチラインで海岸線走ってて、いい感じのポイントがあったんで、そこでちょっとやってみたら釣れました。パンチライン80の丸マットチャート釣れました。さあ幸先よく1本出たんですけど、取れてなかったんでもう1本行きましょう。流れもいい感じに効いてるんで、まだ出そう。結構手前でしたね今は。よかった。いやサイズが変わらへんか。よいしょよいしょ、やりました。2本目釣れました。ルアーは変わらずパンチラインのノーマル。いや可愛いけどねサイズは。
40センチちょっとぐらい。よし、いい感じに魚出てるんでサイズアップ狙ってランカー出るかな。サイズ的に言ったら 4,50 が溜まってる感じやけど、今日魚からのバイトがね結構集まってあるんで良さげですよ。なんかのタイミングで大きいのも出そう。手前はねちょっと流れは緩くなってきたんですけど、奥はまだ流れてるんでそこを、あ、いいバイトだった。魚のサイズが 4,50 が多いのかショートバイトが多いですね。当たりがちっちゃい。いや、ルアーサイズ下げたらね釣れそうなんですけど、サイズがね伸びなさそうなんでちょっとカラー変えましょう。マットチャートからチャートバックステイン。上から見たらチャートなんですけど下から見たらナチュラル系の色なんでちょっと濁ってますけど、ナチュラル系の色でやってみましょう。カラー変えるだけでもね反応変わると思うんで。よーし、カラー変えたらもうバイトが一気に増えましたね。いやー、けどサイズが全部これや、サイズが伸びん。ルアーバンチャライン80のシャドバックセインでサイズがどんどん下がっていっちゃってる。やばいね。よいしょ、このサイズですよね。じゃれてくるんがミラージピンクで、あなたのお兄ちゃんだよ欲しいのは。今日は綺麗に食ってくれてますね。はい、ということで初日が終了しました。厳しい状況ですけど、まあ、なんとかね魚を漁ることができたんで、明日イベント終わった後のラストナイトランカー釣れるように頑張りたいと思います。2日目ラストやっていきたいと思います。ね、いろいろ回ってみたんですけど、雨の影響の水温低下でちょっと状況がいまいちで、昨日釣れたところに今日もうちょっと入り直しています。では最後ここでやってみたいと思います。ルアーは昨日と同じくパンチラインの80ですね。昨日よりかやっぱりちょっと濁り取れてますね。よーし、食ったけど、いや、やっぱりこのサイズ釣れたっちゃ釣れたけど、もう昨日よりもさらにサイズが可愛いことになっちゃってるよ。なかなかやっぱサイズには今回恵まれないですけど、もうちょっとね大きいのおるはずなんでやってみましょう。はい、ちょっとルアー変えてパンチラインスリープの90でシルエットを細めに変えて反応がまた良くなるのか。よし、はい、ちょっとサイズは変わらずですけどね、やっぱりパンチラインスリムの90。はい、はい、締めの1本も可愛いサイズで終わっちゃいました。いや、今回大きい魚見つけれませんでしたね。はい、ということで、今回のイベントついでにランカー釣ってこいチャレンジはこれにて終了したいと思います。残念ながらランカーは釣れなかったんですけど、シーバスの顔を見ることはできました。次回はどこに行くことになるのか楽しみにしていただければと思います。今回はこの辺りで終わりたいと思います。ぜひチャンネル登録とコメントもよろしくお願いいたします。はぁ、疲れた。